エキサイティング糸井さん来てくれました。どうもです。よろしくお願いいたします。はい、無事にエキサイティング来てくれました。しかも第1弾は糸井さんということで、糸井さんね、ゲットするためにエナジー貯めてきましたので、今回はガチャをやっていきたいなと思っております。このチャンネルは阪神純正で歯を無課金で目指しております。リーグオーダーの成長を動画にしておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。フレンドも大募集してます。コメントください。では、行きましょう。お願いします。はい、ガチャする前にですね、糸井さんの能力を見ていきたいんですけども、ずっとね S ランクの糸井さん欲しくて、リーグオーダーもリアタイも A ランクの糸井さん使ってたんで、エキサイティングありがたしってことなんですが、はい、弾道ラインドライブ、ミート81の A、 パワー71の B、 走力76の B ってことで、能力がプラス1となってます。エキサイティングがねプラス1となってるみたいです。そして守備は変わりないと思います。55の D で補給が41の E、 スローインが49の E ってことで、そこら辺はねちょっとシビアというか、ちょっと厳しいのかなと思うんですが、まあ、型がね、87の A ってことで、はい、とても素晴らしいと思います。そして特殊能力は超ラインドライブ、で、選球眼、で、白熱。これはね、エキサイティングだけのね、能力なんかな。はい。で、去年の成績はこんな感じで、打率はね、さすがですよね。まあ、試合数がね、103試合ってことで、ちょっとね、まあ、糸井さんの場合は怪我もあるので、今年もね、怪我との戦いになるのかなと思いますが、はい、まあ能力はねもう素晴らしいので、今年も活躍期待しております。あとはね、糸井さん休ませれるためにも、若手のね選手、まあ高山選手とか中谷選手とかね、頑張ってもらいたいなと本音では思ってるんですが、はい、じゃあガチャやっていきましょうか。はい、ってことでね、ガチャの方やっていくんですけども、6回目で自チーム確定なので、糸井さん確実にゲットできます。僕はねもう阪神純正目指してますし、確実に今糸井さん欲しいのでガチャするんですけども、そうではない方はスターロードでね、契約書でエキサイティングの選手もらえるので、それからねガチャ引くのもありなのかなと思います。ではガチャの方行きましょう。この日のためにねエナジー3400貯めてきたんで、行きましょう。ガチャ引きます。はい、さあ誰が来るか、久々に見るね演出。結局 S 確定のね演出がまだ分かってないっていう長押し。これは多分、あ、これ S 来るんちゃう、違うかな、ほい、違うんかな、いけ天国光れ、あ S ないわ、ごめんなさい。さあ今後 A ランク、あ、ゆうへいさんありがとうございます。しかもエキサイティングのやつや。A ランクもプラス1になってんのかな、違うのかな、どうなんでしょう。さあさあさあ、 S はなしかな。 おお、吉田さんラッキー、ありがたい。これリアタイで使ってるんでありがとうございます。はい、こういった結果でした。10連目、じゃあ次行きましょう。はい、では20連目いきたいと思います。いきます。さあ今回はやっぱり柳田さんが一番のあれなんかな。さあどうなる、長押し、あーダメだ、これはもう A なしやね、 A ちゃうわ、 S なしやね。せめて A ランク来い。はい、さあ A ランク来てください。お、ありがとう。おー山岡さん、しかもエキサイティング、かっこいいこの写真。はい、お、岩田さん、さあラスト、おお源田さんや、ありがたし、これもエキサイティングやね。はい、20連目はこういった結果でした、ありがとうございます。はい、じゃあ3回目いきたいと思います。エナジーがグビグビなくなってるんですが、 S ランクエキサイティングプレイヤー第1弾1人確定ってことで、はい、やっていきます。はい、30連目いきます。ほい、さあ吉君、お、なんかええ感じ、長押し、うわかっこいいよねこれ。さあリリース、これが S 確定の演出、ピーン、おお、さあ S ランクもう一枚来い。お、カイさんありがとうございます。さあ確定以外今回 S 頼む、あーこんかった。じゃあ誰か、あ、これ糸井さんやったらすごいねんけど、
糸井さん来い、お願い。ああ、森本さんや。うわー、ありがとうございます。これいいんじゃない、かなり森本さん強いって聞いたよ。このねフォーク2種類がね、もう僕リアタイで全く打てへんくて。森本さんやったー、ありがとうございます。この写真もめっちゃかっこいいし。はい、30連目こういった結果となりました。ありがとうございます。はい、じゃあ40連目いきたいと思います。確定以外で S ランク欲しいけど無理かな。はい、じゃあ40連目いきます。さあ S ランク来てください。お、何長押し、青くなれ。あー、ならんか。うーん、 S はコンかな。おー、 A ランクは来る。はい、さあ誰。おー、石田さん、石田さんよく来るわ。エスコバーさん、さあラスト A ランク。おー、石川さん。はい、ってことで40連目はこういった結果です。はい、じゃあ50連目いきたいと思います。 S ランクね、もう一人来てほしいな。無理かな。はい、50連目いきます。熱い演出を来てくれ。無理か。あ、厳しそう。お、どうや、リリース。無理か。S は全然わからん、どうなるか。はい、さあお願い、 S 来い。無理かな。あー、厳しいか。もう A も来ない。あ、 A も来ない。おー、小林さんです。エキサイティングの小林さんでした。はい、50連目はこういった結果です。ありがとうございます。糸井さん狙っていきたいと思います。さあ60連目、糸井さん狙ってやっていきます。いやー、でもようやく糸井さんもらえるからね、素直に嬉しい。エナジーね、使った甲斐があったよ。長押し、キラーン。あれ、出てこうへんかった。あー、じゃあこれもう確定以外ないかな。Sは、お、近藤さん。さあもう1枚ぐらい偉く来てもいいんやけど、ないと。じゃあ糸井さんいただきます。はい、ありがとうございます。かっこいいよねこの写真。はいはいはい、ありがたし、糸井さんや。いやー、嬉しいな。もうすぐにでもね、極みにして称号をつけたいなと思います。はい、ということでありがとうございました。契約書の方を開封したいと思うんですけども、前回のイベントサンズ選手をね、極みにするためにかなりねイベント頑張ったんですけども、 A ランク自チーム契約書は4つしかねゲットできなくて、まあ、極みねできないと。で、 A ランク契約書の方は5つあるので、そっからねサンズ選手を狙いたいなと思います。では開封していきます。サンズ選手ゲットできるか、お願い、来てくれ。スキップします。一発目から来るかもよ。はい、どうぞ。来た。マジか、ありがとうございます。マジで一発目来たわ、ありがとう。びっくりした、ありがとうございます。これで極みにできる。ほんじゃもう一枚来てくれたらね称号できるから。はい、あ、ジャクソンさん、これ阪神も噂あったよね。はい、お、サンチェス選手リアタイで強いらしいので育成したい。はい、ノリンさん、申し訳ない、あの勉強不足でちょっとどういった選手か分かんないんですけども、ノリン選手ありがとうございます。はい、ピープルズ選手、こちらもねちょっとね勉強不足で申し訳ないです、ちょっと詳しくはないんですけども、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、無事にサンズ選手来てくれました。一瞬ね自チーム A ランク契約書から来たんかと思って焦ったんですけども、無事に A ランク契約書から来てくれまして、はい、これで極みにすることができます。あとですね、もう申し訳ないですね、もう自分の勉強不足なんですけども、ノリン選手とかピープルズ選手とかね、やっぱりね実際投げてる姿を見たことないので、どういった選手かわからないんですけども、そういった意味でも早くねプロ野球開幕してほしいなと思います。来週にはね開幕するのかな。うん、本当プロ野球楽しみ。
はい、ということで今回はこういった感じで終わりたいと思います。このチャンネルは阪神純正で歯を無課金で目指しております。リーグオーダーの成長も動画にしておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。フレンドも大募集してます。コメントもください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ。糸井さん最高。